万浦大橋は、ソウル特別市立山区西高利湖道と随走区番、浦道を結ぶ観光に架か,かる橋。1980年1月に着工し、1982年6月に完成した。大韓民国最初の二層橋であり、長さは約 1.2km ある。万浦大橋の下には潜水橋がある。この橋に設置された噴水は、 2008年12月14日に世界一長い噴水橋としてギネス世界記録に認定された。江南地区の都市開発促進策の一環として建設された韓国初の二層橋として保存価値があることを認められソウル未来遺産に登録された。潜水橋は観光の9番目の橋で1975年9月に着工し、 1976年7月15日に完成した沈下橋。4車線で他の観光の橋が水上16の20メートルのところに建設されているのに比べ、この橋は2.7メートルの低い位置に建設されているため、洪水時には橋が水に浸かる。番裏大橋の下に位置する。1986年クルーズ船を通すことができるように中央部分を アーチ型に改造した。観光の水位によって、車の通行が規制され、豪雨による観光の水位変化の状況を分かりやすく、示す尺度の役割も果たしている。月光レインボー噴水は、バンウラ大橋に設置されている噴水。水中ポンプ38台を利用して、毎分190トン余りの水を汲み上げ、大橋から約20メートル下の観光へめがけて、放水している。 この噴水は単純に放水しているのではなく、190個の照明を使い、ライトアップしており、噴水を色とりどりに染めるのが特徴。噴水稼働時間は、昼の12時30分、午後3時、5時、8時、8時40分、9時20分、10時。2019年1月現在、この噴水はギネス世界記録に世界一長い橋の噴水として登録されている。 2009年3月30日に月光レインボー噴水に名称変更された。ウィキメディアコモンズにはバンウには番浦大橋に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。